ルマン LM05C は1985年全日本対9選手権参戦用にルマンガレージが開発したグループ C カー。エンジンは日産の2.3リットル直列4、気筒ターボ FJ23 型を搭載。同時期に V 型6気筒 VG30 型搭載医者がデビューしたため日産最後の直列4気筒エンジン搭載 C カーである。 デビューレースは1985年富士500マイル。続く、鈴鹿1 0 0 0トルでもリタイアに終わるが、豪雨となった WEC ジャパンでは中後、オサムの手により2位入賞と大金星を挙げる。最終戦、富士5 0 0トルでは、予選で8番手と高位置を得るものの、決勝ではクラッシュ指令終理タイアに終わる。この年のスポンサーは、アパレルのパーソンズ。 翌1986年は、チームルマンにも VG30 が供給されることになり、LM05C にも搭載されテストされたが、車子合成が不足し、VG30 のパワーを受け止めることができず断念。チームルマンはマーチ 86G 車シ子シを導入することとなる。エンジンを失ったが、LM05C だが、トヨタから2.1リットル直列4気筒ターボ4。 TG 型の供給を受けることとなり、また新スポンサーとして、キャラインターナショナルがつき、第4戦、鈴鹿 1000km から LM06、トヨタとして参戦を再開する。最終戦、富士 500km では10位入賞する。1987年シーズンは、4バルブの 3SG 型の供給を受け、リアカウルを改良し、LM07、トヨタの名前でエントリー。 富士 1000km、鈴鹿 1000km で7位入賞したほか、雨天となった富士 500km 予選では、中後の手によりに、同じく雨の富士500マイルでも改装する。スポンサーは、アパレルのベストハウスだった。参戦はこの年限りで、イコールマンガレージのグループシーカーは制作されていない。ありがとうございます。